どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日なんですが、大阪におりまして、まあちょっと予定もあってあんまり時間はないんですが、年始の初売りをちょっとブラッとしてスニーカーも見つつ、あと買い物したら家に帰ってネットで買ったものもまとめてご紹介をしていこうと思います。はい、ではまずネペンテスに行きたいと思います。個人的にエンジニアのガーメンツとか、あとニードルズとかネペンテス関連の服を買うことが多いので、まあここで買い物できるといいなというような感じです。ではではお店見ていきたいと思います。はい、ということで買い物してきました。ニードルズにガーメンツとか本当にいろいろ安かったですね。まあしっかり買い物もしてきたので、これは後でご紹介していきたいと思います。で、今日あんまり時間もないんですが、ちょろっと堀江とか千葉でスニーカーも見ていきたいと思います。はい、ということでビリーズの南千葉に来てみました。店内見ていきたいと思います。はい、セールが始まってるのでちょっと見ていきたいと思います。サロモンとか、あとニューバランスで、バンズもいろいろとセールになっていそうです。で、こちらはプーマですね。かなり種類もありそうです。はい、あとこちらはアディダスもいろいろとセールにはかかっていそうな感じですね。はい、でナイキもちょろっとだけあります。まあこんなところでしょうか。ではでは次行ってみたいと思います。はい、では続いてニューバランス大阪行ってみたいと思います。はい、では店内まずはメイドのコーナーから見ていきたいと思います。1500があったり、あと576とかもあって、で990の V6 もあります。いや、この576めちゃくちゃいいですよね。昔から好きなカラーです。で、こちら990シリーズですが、 V4 に V6 と、まあ、最近出たカラーがいろいろと置いてあります。まあ年商ということなんですが、特にリストックとかはなさそうな感じですね。そしてこちらは新年にリリースされたルナニューイヤーのパックですね。おそらくフルラインナップなんじゃないかなと思います。1906にワープドランナーもありますね。なかなかいい雰囲気ではないでしょうか。で、1906は他にもかなり種類がありまして、あと2000にも豊富ですね。続いてこちら9060、こちらも人気モデルですがいろいろとあります。いい感じです。で、こちら580のゴアテックスのやつですね。これも比較的最近出たモデルかと思います。カラー的にも人気がありそうです。あと他のシリーズはこんな感じになっております。定番系もかなりの種類があって、ラインナップは豊富じゃないかなと思います。はい、ということで、まあまあこんなところでしょうか。ではでは次のお店行ってみたいと思います。はい、ということで続いては堀江のビリーズ見に行ってみたいと思います。結構人も多そうな感じです。はい、ということで店内かなり人が多いので、邪魔にならない程度に見ていきたいと思います。入り口付近はアディダスが目立つところに置かれてあります。最近人気の薄底系のモデルがいろいろと置いてあるような感じですね。続いてナイキはこんな感じになっております。上段系も多いですし、あとはフォーサンとかも結構な種類がありそうです。あとこちらはバンズのビリーズのコラボですかね。これかなりいい雰囲気じゃないかなと思います。で、続いてセールコーナーこんな感じとなっております。アディダスにニューバランスにプーマとありますが、まあそんなに数は多くないかなというような印象です。ではでは次行ってみたいと思います。はい、ではここからはアパレル見ていきたいと思いますが、まあちょっと見てきた感想とかだけになっちゃうかなと思います。はい、まずカーハートを見てきましたが、限定もののリリースもあったみたいで、店内も大盛況というような感じでした。続いてユニオンなんですが、割引率的にはまあそこまでというような感じでしょうか。オンラインの方が個人的には良かったかなという印象です。はい、でシュプリームはボックスロゴのリストックが、まあ、どうやらなかったみたいですが、まだ並んでおります。まあ、ちょっと並んでる時間はないのでパスですね。はい、でグラウンドデポを見てきましたが、セレクト系のアイテムもまあ大体 30% オフぐらいというような感じでした。はい、ステディオス見てきましたが、ニードルズがいろいろと安かったです。まあまあ 30% オフメインというような感じでした。はい、アンディはテラフマラのあの茶色いやつがセールではないんですが、まだ残っていました。はい、最後にスニダン入ろうかなと思ったんですが、行列ができております。いや、本当はちょっと見ていきたかったんですが、今日は時間がないのでここで切り上げて帰ろうかなと思います。はい、ということで自宅に帰ってきました。ここからは年末年始のセールで買ったものをいろいろとご紹介していこうと思います。
で、結局大阪の店頭で買ったのはネペンテスぐらいで、あとはネットでいろいろと買い物をした感じになっております。で、今回もアパレルも含めてかなり数があって動画が長くなりすぎそうなので、まあ、ちょっと前後編に分けさせていただこうかなと思います。ではサクサクっとご紹介をしていこうと思います。はい、それではまず1点目開封していきたいと思います。まずは動画でも言ってきたあのネペンテスで買ったものから見ていきましょう。では1点目がこちら。こちらはノーマ TD とニードルズコラボのモヘアのカーディガンになります。はい、ということで黒とパープルのレオパード柄のモヘアカーディガンとなっております。まあ形としては結構定番のものなんですが、まあなんか気分的に柄物が欲しくて、まあちょっと開けが強いかなとは思ったんですが、勢いもあって買っちゃいました。あの、個人的には柄物結構好きなんですが、ちょっと年を取るにつれてなかなか活躍の機会が減っちゃって、まあ手を出しにくくなっていたところ、まあちょっと今回行ってやろうかなみたいな感じで購入をしてみました。ではでは次もネペンテスで買ったものになります。次行ってみましょう。はい、では2点目がこちら。こちらはサスカッチファブリックスとニードルズコラボのペニージーンジャケットになります。はい、ということで全体としてはブラックっぽい感じの生地に刺繍で総柄っぽい感じに仕上げられているジャケットになっております。まあ、ニードルズ定番の形にサスカッチファブリックスの雰囲気がプラスされているという感じで、結構かっこいいなと思って購入しました。で、これについてはパンツもあってセットアップでも着られるような仕様だったんですが、まあ、ちょっとセットアップにすると自分にはやりすぎ感もあるかなと思ってジャケットの方だけ買っております。結構最近のコラボなんですが、お得に買えてよかったなというような感じです。春先まで着ていこうと思います。では次行ってみましょう。では続いて3点目開封していきたいと思います。次は上の紹介のオンラインで購入したアイテムとなります。では3点目がこちら。こちらはニードルズのヒザデルのトラックパンツになります。はい、ということでこちらももう定番のトラックパンツの、簡単に言うとワイドパンツバージョンみたいな感じのものになります。3カラーあるうちのグリーン系のものを選びました。トラックパンツ自体は最近はセールで買えることも増えてはきたんですが、ヒザデルだけは結構早めに売り切れるということも多くて手を出す機会がなかったんですが、今回セールになっていたということでちょっと挑戦してみようと思って買ってみました。このカラーは特にこうグリーン系が欲しかったというわけではないんですが、このシルエットが自分に合うか試してみようという感じだったので、何かしらセールで買えればという感じで購入しております。では次行ってみましょう。はい、では続いて4点目開封していきたいと思います。続いてはビームスのオンラインで購入したアイテムとなります。では4点目がこちら。こちらはオリバーピープルズのサングラスになります。はい、ということでサングラス自体めちゃくちゃ久しぶりで、多分20年ぶりぐらいに買った気がします。しかもまあただでさえ似合うかどうか怪しいなというようなサングラスなのに、それをネットで買うというのは正直不安でしかなかったです。まあいくら物が良かろうがかけなかったら意味ないので、まあ自分に似合いそうかなとかめちゃくちゃ調べて買いました。で、結局似合うかどうかっていうのはまだわからないので何とも言えないんですが、まあめちゃくちゃ時間もやっぱりかかりますし、アイウェアっていうのは店舗で買おうかなと改めて思いました。ではでは次行ってみましょう。では続いて5点目開封していきたいと思います。こちらもビームスのオンラインで購入したアイテムとなります。では5点目がこちら。こちらはエンジニアドガーメンツのクレイジーパターンのフーディーになります。はい、ということでまあ割と私の動画でアパレルを買うときにはよく出てくるガーメンツになります。こちらはワーカデーという通常のラインとはちょっと違うラインのアイテムなんですが、このパターンとあとネックの部分が紐じゃなくてボタンになってるというのもいいなと思って買ってみました。あの、冬はフーディー着てると地味に首元開いてるのにマフラーとの相性が悪すぎて結局首が寒いっていうこと結構ないですかね。個人的にはちょっとあったりするので、まあそれでこのボタンいいなと思っております。ただまたちょっとこう柄物で使い勝手がめちゃくちゃいいという感じではないので、まあ購入するかは結構迷ったんですが、最終的には欲しいなという気持ち、ただ1点でポチったような感じです。では次行ってみましょう。では続いて6点目開封していきたいと思います。こちらはカタリノっていう岡山のセレクトショップさんで購入したアイテムとなります。では6点目がこちら。こちらサスカッチファブリックスのモックネックのトップスになります。はい、ということでサスカッチファブリックスの中ではまあ割と定番と言っていいですかね、のテープドのモックネックになります。トラックジャケットとパンツのセットアップのイメージが強いという方も多いと思うんですが、まあ個人的にちょっとこのモックネックの方が使い勝手いいかもなと思ってこちらを買ってみました。トラックジャケットもかっこいいんですが、結局インナーもちゃんとしたの着ないといけないなと思って、まあこっちだとまあインナー適当でもバレないかなとかいうのもあってこっちを選んだというような感じです。で、本当はチャコールカラーが欲しかったんですが、まあ割とどこも完売だったりセール対象外だったりしたので、まあまあこちらのカラーでもいいかと思って買ってみた感じです。では次行ってみましょう。
はい、では続いて7点目開封していきたいと思います。こちらはアークネッツさんのオンラインで購入したアイテムとなります。では7点目がこちら、こちらニードルズのトラックパンツになります。はい、ということでおなじみニードルズのトラックパンツのストレートのタイプになります。こちらは 23SS のカラーのグリーンになっております。あのエメラルドっぽい感じのグリーンでいい雰囲気のカラーじゃないかなと思ってるんですが、まあこれそこまで人気がなかったのか割とずっと残ってまして、セールでも結構お買い得に買える感じだったということで購入をしてみました。まあ確かにヘビロテとかを考えると毎日履けるようなカラーではないですが、たまに履くっていうような感じで考えると結構いいなと思って購入をしております。では次行ってみましょう。では続いて8点目開封していきたいと思います。ここからはヌビアンさんのオンラインで購入したアイテムとなります。ということで8点目がこちら、こちらはエッセンシャルズとニューエラのメッシュキャップになります。はい、ということでブラックベースのメッシュキャップになっておりまして、正面には E のロゴが書かれているというシンプルなキャップとなっております。あとバックはテープでサイズが変えられるようになっていて、エッセンシャルズのフィアオブゴッドというロゴも同色で入っている感じです。でこれについてはエッセンシャルズがめちゃくちゃ好きというわけではないんですが、まあ、ちょっとメッシュキャップが欲しかったところでセール対象ということで買ってみたという感じでした。では次もヌビアンさんで買ったアイテムとなります。次行ってみましょう。はい、ということで続きまして9点目がこちら、こちらはニードルズのパジャマセットになります。はい、ということで上下セットのパジャマですね。フランネル素材になってまして、上下ともパピヨンがプリントされている感じとなっております。でバックにもニードルズのロゴが入っている感じですね。まあパジャマとは言うものの、実際はセットアップとして外着として使われる方が多いのではないでしょうか。まあ、確か2万5000円とかしたと思うので、まあさすがにそれを部屋着だけで使えるっていう人はそんなに多くないんじゃないかなと思います。個人的にも部屋着というよりは軽く出かけるようみたいな感じで使っていきたいと思っております。ではでは次もヌビアンさんで買ったアイテムとなるんですが、一旦次で中間区切りにさせていただこうと思います。では次行ってみましょう。ということで今回最後の10点目ですが、スニーカーになりまして、ボックスがこちら、ボルトの記載があるということで、こちらはバンズのボックスとなっております。でちょっと動画だと分かりづらいかもですが、コラボ先の念も入っている総柄のスペシャルボックスとなっております。ということで10点目ですが、バンズのコラボモデルとなっております。それでは中身を見てみましょう。今回最後になります10点目のスニーカーがこちら、ベドウィン&ザハートブレイカーズバンズボルトオーセンティックでございます。はい、ということで10点目はベドウィンとバンズコラボのオーセンティックでした。全体がホワイトとグレーのツートーンにペイズリーの総柄となっておりまして、かなりインパクトの強い一足となっております。でこれ確か他にもカラーがブラック系のものでしたかね、もあったと思うんですが、そちらも完売となってまして、自分が見た時にはこのカラーしかなかったんですが、これもいいなと思って購入をしてみました。でこのコラボ自体もちょくちょくあると思うんですが、結構いいなと思うことが多くて、今回セールで買えるということで一回手を出してみようという感じで購入してみました。ということで一旦ここで中間区切りにさせていただこうかなと思います。まだかなりの数が残っておりまして、で次回はスニーカーも多く出てきますので、また見ていただければ嬉しいです。はい、ということで本日は年末から初売りの様子と、あとは購入したアイテムの一部をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。